はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、気づきとか学びとか、まあ、人生に起きる出来事とか、人間関係とか、まあ、負の感情とか、とにかく、まあこのねチャンネルのまあ総集編というかですね、まあ、集大成のようなお話をしていきたいと思います。まあ、私はですね、あの、子供の時、 のね、小学校ぐらいの時はもちろん元気だったんだけど、まあそれ以降ですね、だんだんこうね、体が弱くなってきたというか、いろいろありまして、まあ手術をしたりとか医療に頼ったりとかですね、まあいろいろあって、ものすごく常に体調が悪い状況があって、まあそれがですね、あの、本当にどん底生活に陥った主人が亡くなってから、さらにさらに体がおかしくなって、 でも本当にですね、ストレスだらけの人生を生きてた時はもう最悪だったんですね。でもメンタルがそこから徐々に徐々にいろんなことに気づき始めたり学んだりとか、まあ、私がこのチャンネルでね、一つ一つの動画で話していることを気づかされて、私の人生の中で気づけたから、まあ、メンタルが良くなって、もう思考が定まって、もうメンタルはですね、 本当にも万全になってるわけなんですね。でもその万全っていうのは、私のこの人格というか人間的なものが、あの100%完璧っていうことじゃないんです。あの、どん底の時にもうめちゃくちゃネガティブでマイナス思考でね、もう暗いことばっかり考えて泣き明かしてたあの時の私じゃなくて、もう本当に定まったっていうことなんです。こういうことはこういうふうに捉えればいいんだ。 で人間関係はこういうふうに考えればいい。接すればいい。そして、あの、何か、あの、一見すると辛いような、そういう出来事はこういうふうに、あの、受け止めればいいとかですね。あと、死とか、あの、生きるとか、まあ、そういう人間が、あの、生き死にってね、そういうことに関しても、あこういうふうになってたんだって、まあ、気づけた。まあ、だから、もうめちゃくちゃメンタルが安定はしてるんですね。そういう意味なんです。 ただですね、私も人間なので、あの、まだまだ自分のまだ足りなかったこと、自分にとってここは気づかなきゃいけないんだよっていうことが、まあ、あの、この人生ずっとこうやって生きてるとですね、ちょこちょこ起きるんですね。だから私は全然完璧な人間じゃないんですよ。そういう意味では。でも自分としてのこのもう本当に定まる、ぶれない、ね、あの、凛として生きるってね、あの、よく言ってるんですけど、凛として生きられてる状況っていうことなんですね。 そうやって凛としていきながら、メンタルは定まりながらも、まだまだ、この自分のこの魂的に、まだここは気づいてないよね。まだここはこっち側に行っちゃってるから、いや、こっち側のいい方向に行けばいいんだよっていうことを、いろんな出来事とかね、人間関係とか。 それがね、またね、ちょこちょこ起きるんですね。それで、ああ、そうなんだ。ああ、これってこういうことだったんだなって。ああ、私、ここがまだだったんだなって、こう、気づかされて、さらに、ああ、もうありがたいなって、こういうこと気づかされて、本当に人生ってすごいなって、私をもっともっといい方向に導いてくれるんだな、人生ってって。あの、そういうふうにね、あの、真摯に、素直に、いろんな出来事をこう受け止められる。自分の心を変えられる。生き方を変えられるようになってるんですね。 でもそれはどん底の時、昔の私は全くできてないんです。いつも言うように、いや、私の何が笑いの精神になっちゃうんですね。いや、私一生懸命生きてる。え、なんでなんで私ってね、こう、なんか私はっていうね、こういう思考なんですね、どん底の時って。だってあまりにも辛いから。で、この起きてる出来事があまりにもショックすぎて悲しすぎて。 ね、私は、あの、中学校からもう家族がね、もうバラバラになったり、あっちに行かされて、こっちに引っ越されて、もう転校させられて、親のね、そういう、こう、まあ、ある意味、こう、勝手なね、行動でっていうことで、だから本当に子供時代もそういうね、もう、ある意味、すさんだね、あの、本当にこう、寂しい時代を生きてたんですね。で、もう中学校時代からもう生きているのが嫌だとか、もうどうなってもいいなんて思っちゃってね、もうその時、ちょっと埼玉に引っ越しをね、されて、 まあ自転車通学だったんで、まあ自転車をね、こうね、あの学校から帰ってきて、そのまんまね、こうちょっとカバンだけパンとね、あの玄関に置いて、そのまままた自転車、何も持たずに、お金も持たずに、食べ物も持たずに、上着も持たずに、もう制服のまんま自転車をこいでですね、埼玉はこう平地なんでずっとですね、こうまっすぐただひたすら、あのもう本当地の果てまで行きたいぐらいだったんです。そしてもうそこでもうあのね、もうどうなってもいいやって思ってました。 も死んでもいいやって。だから、あの、お金も持っていきませんでした。あの、それが中学校3年生の時ですかね。だから、中学校の時にもうすでにそういう境地、もうこの人生なんてと思ってた子供だったんですね。だからもうその中学校時代から心が本当にこう、冷たくですね、こう、愛情がなんかこう、満たされないというかね、親からこう、愛されてないというね。 で友達もいたりいなかったりというか、まあ、いなかったです、そこの埼玉の時はねだから、あの本当にこう孤独感だったりむなしさとかねあの子供でもそういう感じをねあの抱いてずっと生きてたわけなんですねで、その後ずっと、まあ、高校になったり社会に出たりいろいろあります、もうそれをずっと言うとちょっと長くなっちゃうから今回は言いませんけども、まあ、そういろんなこう出来事をずっとこう経験してて やっぱりその積み重ねだから、もう私ってっていうこの自己否定だったりね、この人生って何なんだろうって、そうやって思ってて、で結局私って誰からも愛されないんだなって、もう本当にこう自己否定ですよね。自己下。 でも人生にこう光がないとかね。でももちろんその中に時々はね、まあ友達ができたり、まああの本当に主人ね、亡き主人と出会ったりとか、まあいろいろこう幸せを感じるときはあるんですけどね。でももうそれは本当にこう一握りの経験で、まあ辛かったことの方が多かった人生だったわけなんですね。だからあの結局ですね、こう全部を負に捉える。もうなんか悲観的に捉える。 でも私はこうやって一生懸命それに耐えて生きてるんだっていうね、こう、なんか自分ってこうかわいそうな人間。私は一生懸命でも生きてるってこうなんか自分を擁護しちゃう。それは自分がそうやって自分を守らないと、いや誰からも愛されてないっていう感覚だったし、いや誰もねこういないからそばに。で、大切な人はもう死んじゃったし、私はやっぱり一人だっていうね。あ、この地球上で人がいっぱいこれだけいるのに、あ、私は一人なんだなって。 まあそうやってずっと生きてきたから、いや自分でね、自分をものすごく擁護しちゃうんですね。やっぱり守らなきゃいけないんで。誰からも守られないから自分で自分を守る。だから、あの、今ですね、私がこういうチャンネルをやってて、あの、コメント欄とか、まあ悩み相談でたまにですね、時々、 私が話してることだったり、アドバイスをすることをですね、私が本当にその方に向けて、いや、こういうふうに考えたら楽になるんですよって、いや、私も本当に昔はこうだったけど、今こうなってるからっていうことを話しても、あのー、そういうことを本当に全てを聞き取っていただけなくてね、え、私があるんですかって、なんか私に何か言ってますねって、こう、怒る方がいるんですね。その気持ちわかるんですよ。 いや、その方は、いや、絶対的に自分を守ってるんですよ。ものすごく辛い人生だったから、ね、あ、なんか、あの、またこの七のさんという人と出会ったけど、あ、この人もなんか私に何か言ってんのってこう、あの、誰かが全部こう自分に何か自分を批判するとかね、自分を責めるとか、あ、私がなんか悪いって言ってるんだ、この人もってこう、すべての人を信じられないんですよ、やっぱり。でも頼りたいんですね。でも頼りたいんですよ。だってやっぱりずっと一人で寂しかったから。 でも頼りたいんだけど結局何か本当に自分のことを思って言ってくれる言葉すらも聞き入れられないんですよ。だって私はこんなに寂しくて生きてて、いや本当はもっともっと優しい言葉を聞きたいの。ね。共感してほしい。いや私がこんなに辛いということをもうよしよししてほしい。ひたすらこう同調してほしいと思ってるんです。私もそうでしたから。だからそういう方たちの気持ちめちゃくちゃわかるんですね。 ただ、あの、私がずっとこうやって生きてて、私もそうだったけども、そうだった私が言えることはですね、あの、ずっとよしよししたり、そうだよね、悲しいよね、人生って辛いよねって、共感し続けることには何の意味もないんです。まあ、何の意味もないというか、まあ、何回かはですね、聞いてあげるっていうことは、あの、全然意味はあるんですよ。やっぱりこう、人間辛いことは吐き出した方がいいんですね、もちろん。だから、誰かに聞いてもらうっていうのはもちろん大事なんです。 ただ、あの、私がお伝えしたいのは、聞いてもらう。ね。まず聞いてもらって、あの、吐き出すには、まあ、時間もかかるだろうからね。まあ、何回かいいんですよ。あの、例えば私も悩み相談に行ったことあります。どん底の時に。何回か行きました。3回ぐらいですかね。で、3回ぐらい話したら、もうなんか、まあ、ある程度の、この自分の人生を吐き出せたから、あの、スッキリはしたんです。だって泣きましたから、私、その悩み相談のそのね、部屋で。 もう皆さんね、あの、今泣いてらっしゃる方と同じように私も昔泣いてたんです。で、私、悩み相談をね、あの、少し前までやってましたけど、本当にね、あの、その中の何割かの方が、やっぱり話されると同時に泣かれる方がいらっしゃいます。私、そうやってやってました、私も。だから、過去の私を思い出します、そういう時はあ。私もこうやってね、悩み相談に行った時に泣いてたなって。 だから、その方たちが泣く気持ちめちゃくちゃわかるんですよ。だから泣いちゃいけないとか、誰かにそれを話しちゃいけないとか、吐き出しちゃいけないってことじゃないんです。いいんです、それは。泣いていいんです。吐き出していいんだけど、そこからなんです、私がお伝えしたいのは。ある程度の自分の今までの人生の一連のことを誰かに吐き出す。聞いてもらう。そしてその相手が、ああ、そうだった、そういうことがあったんですねって、本当にこうその時は聞いてくれる。 あ,あ、この人聞いてくれた。よかった。私ね、もうこうやってつらかったんだっていうことを、この人は聞いてくれた。それでね、こう一つ満足をしなきゃいけないんですよ。そこでまず満足をして、そして泣いたし、この人の前で私泣けたから、あ,あ、吐き出せた。思いの丈を全部出せた。そしたらそこからじゃあどうするかを考えてほしいっていうことなんです。私のこのチャンネルはそこからを、まあ、ある意味サポートしたいっていうことで作ってるんです。 一旦は吐き出して、誰かに聞いてもらっていいんですけど、泣いていいんですけど、それをじゃあずっと続けても意味がないんですよっていうことなんです。お分かりですかねずっとそれを続けてて、その先に何もないんですっていうか、ずっとそのまんまなんですよ。じゃあこの七日さんに聞いてもらった、ああ、全部吐き出した、泣けた。ってそこで満足しますよね。でもですね、あのー、まあ、そこで満足するんだけど、でもある意味満足しない方がいるんです。 それはどういうことかというと、このなのかっていう人には聞いてもらって、その時は良かったけど、あ、またこの B さんにも聞いてもらいたいなって。なのかさんは聞いてもらった。よしよし。良、ね、かった。じゃあ、この B さんにも聞いてもらいたい。そしてまた B さんに話し始める。いや、私ね、今までこういうことがあって、私もうほんと辛くてあの人のこと許せないんだよねって、私にこういうことね、言ったんだよ。ひどいでしょって。あの、誰かのことをまた B さんにも共感してもらいたい。私を傷つけたあの人。 あの人ってね、ひどいんだよ。私こんなに辛い目に遭ったんだよって、B さんにも知ってもらいたい。それでまた今度 C さんにも、あの、この私のことを知ってもらう人を増やしたい。そういうね、あの、思考で生きてる方が世の中にいるんです。で、それはですね、止めどなく続くんですね。だって自分を変えないから、自分を変えようとしないで、いや、私は何も悪くない。 ね、あの悪いいいであの判断してるから物事をいや私悪くないでしょって言ってるんですね私はかわいそうなんだよ私傷ついてる人間なんですだからあの私が悪いんじゃないってその悪いいいで考えてあの生きてるからあの誰かを悪者にしたいんです悪いっていうねあのそれで考えて生きてるからだからあの人が悪いんだよそれをあなたたち分かってってそれをこうねあのどん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 こう賛同を集めたいんですね だから自分はずっとそのままなんです。何も思考を変えない、生き方を変えないから、その賛同者を増やしたいだけなんですね、その最中っていうのは。そうすると自分は変わらないから、じゃそのね、賛同を求めてる A さん B さん、そしてこのなのかっていう人間。じゃそのね、あの自分のことを聞いてくれたこの私たち、このなのかとこの B さん C さん、あの D さんたちは、まあ聞きますよね、その人のいろいろ話をね。でもその聞いたらそれで終わりなんですよ。 その他人っていうのは、その人がすごく辛かったんだ、聞いてよって言ってることを一応聞くけども、いや、その人たちも自分の人生生きてるから、その聞いてよ聞いてよっていうね、その人のことをずっと考えないんですよ。その聞いてるときは、ああ、辛かったねって言ってあげるけども、そのね、話が終わったらすぐ自分のことをみんな考えて生きてるんです。 ということは、その賛同を求めてるその超本人の方はですね、その時は満足するんです。あ、この人聞いてくれた。私が辛かったことをね、あ理解してくれて、なだめてくれた、慰めてくれた。あ、嬉しい。あ、私のことをまた一人分かってくれる人が増えたと思っても、そこから何の進歩もないんですよ。で、その賛同してくれた人たちは、何回も何回も賛同してくれないんです。 まあ、せいぜい2、3回ぐらいですね。まあ、時にものすごく、こう、人がいい人がいて、ずっと付き合ってくれる人もいるかもしれませんよね。ずっとその話を。でもですね、そうやってものすごく人がいい人でもですよ、最後は離れていっちゃうんですよ。人間っていうのは。だから、あ、この人いなくなった私のそばから、あんだけね、私の話聞いてくれてたのになんでって。 そういう時にはどうなるかというと、その張本人の方は、その離れていった人を恨むんですよ。それまでずっと聞いてくれた人なのに、あ自分から離れていったあ、私を無視し始めた、そうやって恨みにまた変わるんですね。またこの人も私を傷つけたってなっちゃうんです。あ結局この人も私を傷つけていなくなるんだ、なんですよ。 それがですね、その超本人の方たちの生き方なんですね。だから、結局みんな離れちゃうから、また一人になっちゃうんです。ポツンとなって、あ、結局私の人間関係ってこうなんだ。あ、いい人っていないんだな、この世の中にってなっちゃって、この世の中に逆恨みなんです。あ、この世の中にはいい人いないんだ。私のことを本当に思ってくれる人がいないんだ。どうですか だからずっと一人なんです。そしてまだ自分を変えないんです。どうして自分がそうなっちゃってるかを気づかないんですね。あの一人になってる自分に理由があるっていうことを気づかないんですよ。だからそこに気づくために私はこのチャンネルで動画を一つ一つ出してるわけなんです。いやこういう時はこういうふうに考えてください。こういう出来事ってこういうことを気づかせるために起きてるんですよって。 だから悩み相談でもお話をしてます。でもそういう私の動画とか悩み相談の言葉をですね、あ,あ、そうか、あ,あ、そうだったんだなって、こういう感じにならない人が一定数いるんですね。そういう方はずっと一人なんですよ。気づかないから。というか気づこうとしないんです。だって自分をめちゃくちゃ擁護してるから。 だから自分をすっごく擁護して周りが悪いって言ってずっと生きてると人生が全く良くならないからただひたすら辛いだけ一人で泣いてなきゃいけない人生になっちゃうんですね。で、こうやって私がこういうことをお話ししてあのそこはこういうふうに考えてこういうことなんですよ人生でって言ってもどうしてもやっぱり自己愛とかいや過去を寂しすぎたからいやもう誰も私の周りに温かい人がいないって言っちゃう。 暖かいとか暖かくないじゃなくて、こういう私のね、こういう発信を聞いていただいたら、それを聞き入れたらですね、人生マジで変わるんですよ。変わるんだけど、それをしなくて、今度は逆にさっき言ったように、私を今度恨むとかね。あ、なんか私を責めてるんだ、この人。あ、この人なんかひどいなって、ひどいなになっちゃうんですよ。ひどくないんですけどね、実際は。 だから自分に、こう、あの、ある意味このね、あの、宇宙とか魂とかっていう世界があるんですけど、神様とかね。 あの、そういうものから、こう、手を差し伸べられてるんですよ。そういう動画私出してるんですけどね。もうなかなかこのね、人生が良くならない、孤独を感じて泣いてる人がいるから、ああ、じゃあこういうことをね、あの、起こして、こういう出来事を起こして気づきなさいって言って、でもその出来事じゃ気づかないから、じゃあこういう人間をね、その人の人生にポンとね、これで登場させてですね、出会わせて、じゃあこの人からこの言葉を聞きなさい。 ね、それは別にあの、聞きなさいって命令じゃなくてですよ。聞いてごらんってことです。このなのかっていう人と出会わせて、このなのかっていう人がなんてあなたに言うかを聞いてごらんってことなんですよ。それはこの私ね、このなのかがすごいとかじゃないんですよ、皆さん。すごいとか、私の言うことが全てとかじゃなくて、この宇宙のこの原理原則で、こうやって自分に必要な時に必要な人が、ポンと自分の人生に現れるんですよ。 それは人だけじゃなくていいんですよ。その本でもいいんです。あの映画のこのセリフとか。あの何でもいいんです。あの音楽の歌詞とかね。そうやって何かしら自分の人生に登場させられて、そこでその言葉を聞けばですね、何か気づかないっていうことなんですよ。でもどうしてもそれを跳ね付けちゃう人がいるんです。あ、なんかこのなのかっていう人がなんか私に言っているってこういう感じに受け取っちゃう人。 私何も悪くないのに。私はこんだけ辛いのにって、またそこに戻っちゃう。そうすると人生変わらないんですね。で私も過去そうだったんですよ。でもそれを自分をこう真摯に、あの、素直に、あの、帰り見ることをやり始めたんです。でもその時はめちゃくちゃこう、心の奥がこう、ズキーンとするんです。あの、耳が痛いから。耳が痛いっていうことは、なんか一見すると自分を否定されてるような言葉なんですよ。 だって、いや、私の何が悪いのっていう精神で生きてたから、私もですね。だから、私悪くないよね。だって、私はただひたすら一生懸命生きてるだけなんだよって。この人生がひどすぎるんだよって。あの人がひどいんだよ。私を愛してくれないあの人がってこうね、誰かのせいにしてる。人生のせいにするから、私悪くないから、何か私を変えなさいって言われると、いや、変えなきゃいけないのはこの人生だよね。変えなきゃいけないのはあの人だよ。 例えば私の場合だったら父が全然ね、あの、ある時から子供を帰り見みなくなったから、いや、あの時のあの父が、ね、いや、子供をちゃんと愛してくれてたら私幸せだったのに、あの父が悪いんじゃないのって、私子供で別に何も悪くなかったよねってなってますよね。だから、あの人が悪い、父が悪い、この人生が悪い、私はこの環境に生まれた、この運命が悪いってなっちゃってる時は、私を、この自分を変えようとしないんですよ。 で、その変えるっていうのは、この自分が悪かったじゃないんですよ。思考とか物事の捉え方とか生き方をいい方向に変えるっていうことなんですよ。それなのに、その変えるっていう言葉だけを、あの、言葉だけでね、こう反応する人がいるんですね。あなたをちょっと変えてみてくださいって言うと、え、私が悪いんですかってなっちゃう。だから変えるっていうことはいい方向に人生を変えるっていうことなんです。自分の思考とか捉え方とか、あ あれってこういうことだったんだ。あ、こういう宇宙ってとか魂がこうあって、あ人生のシナリオとかがあってあ、何のためにここに生まれてきたのかっていうのがあって,って、その原理原則を知っていく。そして、あ、人間関係ってこういうことだったんだなって、別れっていうのは辛いことじゃなくて、何かそこから学ぶっていうことだったんだって、すべてがいいことだったんだっていうことに気づくってことなんですよね。 だからあの、私をね、変えなきゃいけないんですかって、この、こういう感じじゃないんですよ。でも、どうしてもそう取っちゃうと、逆恨みが始まっちゃうんです。だから自分から去っていく人を逆恨み、自分に何かアドバイスをする人を恨む、なんか私を責めてるこの人ってなると、全部が負ですよね、それって。だから全部負でしか捉えられない。でもそうなっちゃったのは、やっぱり今までの人生で悲しかったり、辛かったり、親子関係でひどい目に遭った人たち、ね。 そういう方たちがそういう思考になっちゃってるから、じゃあそれを一つ一つ、あの本当にそういう過去を手放していくっていうことなんです。そういう過去にしがみつかない。だってあの人がひどかった、あの人を許せないって、その許せないっていうことはずっと執着してるんですね。だからそれをずっとこう持ち続けてるんです、その思いを。それであの人、憎いあの人をずっと心のこの脳みそに焼き付けて、心の奥にずっとしまい込んで、もうそこをですね、空っぽにしないんですね。 そだから自分にこうねあの心とかそういう思考を変えようとしないこうそっち側にずっとこう歩いちゃってるんですね。だから私もそうだったから皆さんがまだそこにいらっしゃる状況がわかるんですよ。 だからこそ、じゃあこういうふうに考えてくださいって言ってるわけなんです。このチャンネルで。そうしたらそこから本当に抜け出せて、もう今の私みたいにブレなくもうめちゃくちゃ楽に何かが起きても、あ、これってこういうことなんだってすぐ気づけるようになるんですよ。あのね、人生って気づき癖がねつくとどんどん気づけるんです。それってもうこの自分の思考、この脳みそのこの回路とか魂が、あのそういうね、何か出来事とか人間関係、 それにちゃんとこうね、あの、本当にこうね、正しい目で見れる、その気づき癖がね、つくようになってるんですよ。でもその気づき癖がつかない状況で、ずっと全てを負に捉えて、悲観的、もう絶望癖、誰かを許せない癖がついている方は、そこから変われないんですねで。私はそういう状況だったけど、気づいていけたから、あの、こういうふうに慣れて、そしてその気づくためには、真摯、真摯な態度が必要なんです。 あ自分はこういうふうに生きてたんだ。だから自分はこんなに辛かったんだ。あ私は自分で自分をこれほど、ね、苦しめてたんだ。それを素直に顧みる。だから人生を変えるには真摯さとですね、素直さがいるんです。そして人からのこのアドバイス、耳が痛い。耳が痛いのは自分を変えなさいって言われてるって思っちゃってるから耳が痛いんです。自分が悪いんだって言われてると思ってるから耳が痛いんですよ。 でも耳が痛くなくなるのは、あ、真摯になる、素直になるってことなんです。あ、こういうことを今この人生のここのタイミングで何か知らせてくれてるって受け取ればいいんですよ。あ、私はこういう風に生きてたんだなって、こっち側に生きちゃってたから、あ、こっち側に変えなさいっていうアドバイスなんだっていうふうに捉えるってことなんです。そうすると耳が痛くないんですよ。あ、私をいい方向に導いてくれてる言葉だって思うってことなんです。 どうですかあの、本当にそれをずっと伝えてるんですけど、どうしてもそういう,ふうに捉えられなくて、真摯さと素直さがどうしてもない。自分を擁護しちゃって、まだ過去に執着、誰かを許せない気持ちでずっといて、誰かを恨み癖がある。まあ、そういう方たちに、あの、ね、向けてちょっと今回もね、あの、そういうことなんですよって改めてお話ししてて、そして私はですね、あの、最初に戻りますけどね、あの、本当にね、まだまだそういうことを気づかされるのがずっとあるわけなんですよ。 そうするとね、また一つ気づけたって喜びなんです。あの、耳が痛くないんですよ。あ、これって私が今までこっち行ってたから、これまた気づかせてもらって、もうほんと人生って止めどなくね、気づかせてくれるものなんだって。あそれってですね、あの、神様とかね、宇宙とか、あの、そういうことなんです。魂とかって。で、私がそういう話をね、ほんと最近少し前から始めました。時々ね、入れ始めました。 で私はこのチャンネルはスピリチュアル系のチャンネルでもないので、ね、最初からそういう設定でやってませんよね。私が自分で経験したことを話してますっていう設定のチャンネルでしたから、あの、ある時からそういう時々こう魂って言ったりね、この宇宙とかね、あのシナリオっていう話をし始めた時に、私が欠かさず言ってた言葉があるんですけど、それはですね、あの、私変な宗教に入ってませんから安心してくださいっていうことを言ってたんですね。 あの、それはどうしてそういうふうに言ったかというと、今言ったように、最初からスピリチュアルとか、まあそういうね、ある意味そういう世界観のあるチャンネルじゃなかったから、あ、なのかさんっていう人がここにいて、この人の人生経験を話してるんだなと思ってずっと聞いていただいた方たちがいらっしゃるから、その方たちっていうのは、私のただ経験を聞いてると思ってるわけなんですね。だからその宇宙とか魂とかって言い始めると、 え、何それなんか宗教なのかなえ、この7日さん、なんか宗教に入っちゃったのってね、思いがちっていうか勘違いされる方がいるから、いや、私は何も宗教入ってませんよって、一応お断りをね、入れてたわけなんですけど、ちょっと今回から、あのー、ね、今日この動画撮ってますけどね、今後の動画では、その決まり文句は言わないようにします。 あの、どうしてかっていうと、私がこうやって今ずっと話してきてて、気づけた。この人生ずっと来てて、あ、また気づけた、気づけた、学べた。それを繰り返していくと、行き着くところはその原理原則なんですよ。あ、この宇宙があって、 神様がちゃんとあって、その神様っていうのはですね、あの、その神っていうこの一人の存在じゃないんですよね。あそこいろいろすごい話があるんですけど、それちょっと全部ここにね、入れ込むことはちょっと長くなっちゃうんで、今回は端折りますけど、そういう世界が本当にあるんですよ。で、その神様とか宇宙とか、この魂っていう世界観だけじゃなくて、もっと宇宙のもうもっともっといろんな話があるんですね。 それをですね、まあ知ってる方もいらっしゃいます。今までずっと私が話してきていて、昔雑談とかやってましてね。メンタル系の話だけじゃなくて、雑談の動画も出してたんですよ。過去に。その時に、ね、はそういう、こう、世の中のことも話してたから、あ、それを同じように、こう、理解してる方たちもいらっしゃって、あ、なのかさんそういう話してくださってありがとうございますって言っていただいてね。あもう私本当一人でずっとそういうこと考えてたから、なのかさんもね、そういうことをちゃんと分かってでね。 でそういう話をしてくれて「もう救われました」って言っていただいた方も本当何人もいらっしゃったんですね。だからそういうことがあのそこにもう行き着くんですよ。生きててずっと生きてていろんな経験をするってことはいろんなことを気づくんですよね。あこういうことになってるんだこの世界はってそこに行き着くんですだから気づくんですよ。 学びとか気づくっていうのは、そこにもう到達するためにずっとコツ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 、あの日々気づいたり学んだりしてるわけなんです。そしたらそこが、あのゴールというか、あ、そういう世界があったんだってわかるんですよね。で、私はですね、あの、もうちょっとこれ長くなるんですけど、もうちょっと話しますけどね。あの、子供時代から、この世の中を、まあ、今から振り返るとものすごく冷静に見てたなっていうのがあるんですね。あの、この世の中は、 なんかちょっとおかしいなって、あ、これって何でかなとかね。そういうことをずーっと思い続けて生きてきた子供だった。それで大人になってもです。でもですね、あのー、今ね、この4年間いろいろこの世の中起きてますよね。世界的にも日本でもめちゃくちゃいろんなおかしなことが起きてて、その4年間だけじゃなくて、あの、その過去から私は、あ、これって何かって思うことがずーっとあったんですね。 その点がずーっとありました。点点点って、あ、これってなんかってずーっとありまして、それがこの4年間のここね、2020年に入った瞬間からですね、その点が全部つながったんですよ。ああ、そういうことだったんだ。やっぱりね、今まで自分があれと思ってなんかね、あの、俯瞰して見てたところがあって、あれがやっぱりそうだったんだなっていうことになったんですね。だからあの、この宇宙とか、あの、地球とか、 あの、この魂とか神様とかあって、そしてプラスアルファ、ちょっとここのね、YouTube ではっきり言えない、そういうものもあるっていうことが分かったから、ああ、なんかこの世界ってすごいんだなっていうことなんです。だからですね、あの、今私がこうやって言ってることがね、え、何のことなんだろうと思う方の方が多いと思うんですね。初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません。 あの、YouTube、この私のね、YouTube をずーっとこう見ていただいた方じゃなくて、最近知った方は、そういう昔の私の雑談をね、聞いてらっしゃらないから、え、なのかさん何のこと言ってんだろうと思うと思うんですね。そして、その、私の今のこの話を、え、何のことなんだろうと思ってらっしゃる方たちっていうのが、どういうふうに生きてらっしゃるかというとですね、あの、物事とか人間関係を同じ土俵で見てる方たちなんです。イラストをこう、画用紙に書いて、ここに一本線を引いて、ね、そこにこうね、地面がありますね、これ。 この地面の、ここに自分がこう立ってて、ほんでこの向かい側に誰かがいる、憎い人がいる、ムカつく人がいる、私を傷つけた人がいるとしますよね。それをこの同じ地面に立って見てるんです。同じ土俵で。だからその人から何か言われたら、もうまともに受けてるんですね。そして何か出来事、人間関係だけじゃなくてなんか自分の体調がおかしくなったとか、なんか自分の会社で何かが起きて自分の立ち位置が良くなくなったとか、そういう出来事がありますよね。 それも同じこの土俵で見てるんですよ。同じ地面に立って。でもですね、私がさっき言ったのは、そういうことじゃないんです。この地球とか宇宙とかこの私たちっていうのは。 あの、土俵に立たなくていいんです。同じ土俵に。その上から見るってことなんです。その上から見るっていうのは俯瞰して見るってことなんです。あ、今自分に起きてることってどういうことなんだろうっていうのをその上にこうファーっとこう、例えば魂がね、自分から抜けるようなイメージで上から見るんですよ。自分のこの下にいる自分を。そして、この出来事とか、この人と出会ったことってどういう意味なんだろう。私に何を気づけって言ってるんだろう。今までの私の生き方ってどうだったかな。 それを上の方からこう宙に上がった、あの、離脱。ああいう感じで自分をこう上から見るんですよ、俯瞰して。でも、悩んだり嘆いたり、誰かを恨んで許せない負の感情にまみれている状況の方たちは、同じ土俵で見てるんです、物事そして、その出来事で自分が何を考えて、どう捉えて、どう生きていけば自分が良くなるか、自分のこの楽しいレベルがアップしていくか、楽になれるかを考えないんです。 ただ悲観的、絶望的、あの、負の感情、感情的なんですね。怒りとか、許せないとか、悲しい、孤独、寂しい、その負の感情だけで生きてる、この同じ土俵で物事を見てる状況が、今辛い方たちなんです。でもそうじゃなくて、物事は上から見るんです。全部俯瞰して。あ、今私にこういうこと起きてるっていうことなんです。じゃあそこから私何を気づこうかなって楽しみにするっていうことなんですよ。 あ今この人、私出会ったこの人、私にこういう態度をとってる。こういうことを言ってる。それって辛いことじゃないんです。あ、これで私に何を気づかせようとしてるんだろうってことなんです。だから、全部真摯に受け止められるんです。あ、なんか出来事起こった。あ、これ何なんだろうって楽しみ。 だから真摯に自分を振り返って、あ、自分ちょっとこっち側行っちゃってたんだなって。だって、あの、苦しい思いをしてるからこそ、いい方に行きなさい。こっち側の道があるんだよって、この宇宙が教えてくれてるんです。それがですね、ガイドっていうんですね。宇宙からのガイドなんですよ。あの、変なね、スピリチュアルをかじってるわけじゃないんですよ、私。あの、自分がここで生きてきて、それに気づかされたんです。だから、あ、ガイドが降りてきたってまたわかるんです。あ、なんか私に、ね、教えようとしてる。 あまたなんかこういう出来事を起こしてくれた。例えばじゃあ私が娘とずっと普段はいい関係だけど、なんかちょっと娘とね、なんかいざこざが起きちゃった。いや、私と娘はいい状況になったはずなのに、またなんか起きた。え、何なのかなって、これをね、昔だったら悲観的に捉えてました。でも今はですね、その何かちょっといざこざが起きたとしたら、 それがですね、さらに娘と私の関係を、もっともっと、今までもすごくいい関係になれてたと思ってたけど、いやいや、まだまだこんなにいい関係になれたんだって、そこの到達点があったんだって気づかされるんです。そうするとね、それ私だけじゃないんです。娘側もですね、言うんです。 あお母さんとこうやって今までいろいろあってねほいでまあ時々はすごくいい関係だったと思ってたけどあもっと良くなったねもう私もね気づいたよってお母さんも気づいてくれたけど私もね今回のことでねあなんかすごく楽になったってお互いがめちゃくちゃ良くなったんですよなるんですよそういう出来事があるとねだからあいやここまでもう私は来てると思ってもまだまだもっと良くなるんです だから面白いんです、人生って。でもその良くなるときに、ああ良かったと思うときには、その一見するといざこざが起きるんです。だから負に見えるんです。皆さんもだから負に見えちゃってるから、あの人ひどいになっちゃってるんですよ。ひどいんじゃないんですよ。自分に気づかされるために、何か教えてくれるために起こされてる出来事。そういうふうに、一見すると辛いことだったり、なんか揉め事、喧嘩。 ね、誰かとのそういう関係性が起きた時には、あ、なんか今起きてるってこう思えばいいんです。俯瞰して上から。同じ土俵で、例えばじゃあ私のね、例でさっきのね、娘となんか喧嘩しちゃった、言い合っちゃった。あ、なんか娘こういうこと言ってきた。私もじゃあ言い返したっていうね。そういう関係は、この土俵がね、同じ土俵で見ちゃうと、 ああ、なんかもう本当にこのね、親子関係うまくいかないなって思っちゃうわけなんです。だからすべて同じ土俵で見てる方たちが人生が辛いんです。どうしたらいいんですか私悲しい。あの人ひどい。全部が負になっちゃうんです。この出来事から私は何を学んだらもっともっと魂レベルが上がって本当にこ楽になるんだろう。ああ、なんかめちゃくちゃさらになんか生きやすくなってもうその人との関係もまた良くなった。 またっていうかね、あの、もし最初から良くなかった人も良くなるってことがあるんですよ。それ気づきで。学びがあれば良くなるんですよ。人間関係とか。だから、あの、自分の人生において、まあ、人間関係で特にこう、なんか悩んだり苦しんでる方たちはですね、あの、自分がこう出会う人いますよね。自分の人生ずっと生きてて、出会った人は、自分と関わって、その人がいろんなことを言ったり行動したことを、あの、ちょっと俯瞰してみてください。 で、自分がその人の言葉とか何か行動でちょっとズキンときたり、なんか不になっちゃうときは、自分に何か気づきなさいってことなんです。それはあなたが悪いとかじゃないでしょ何回も言いますけど。自分のその思考癖なんです。捉え方の癖。人に対して、なんかすっごくこうね、ああ、自分をなんかすぐ責めるんだな、人って、とか。あなんか自分って結局好かれないんだな、とか、こう自己否定してるとかね。あとは誰かを憎み癖があるとか、逆恨み癖があるとか。 まあそういうことをトータルして自分がどうして今生きづらいのか。なんですぐくよくよしちゃうのか。なんで人に対してなんかこううまくいかないのか。そこは何なんだろうって、そこをちょっと冷静にですね、自分を俯瞰してみてください。そして起きることにはすべて意味があって自分に気づきなさいとか学びなさいっていうことで起きてるから、負の感情がいらないんです。え、なんでこんなことをされてんだろうとか。え、なんでこの人こうなんだろうって、この負ですよね。 その負の感情はもう全部捨ててください。負の感情のその執着もずっと負に執着してる人めちゃくちゃいるんです。全てを負に捉えちゃう方。それはですね、いらないんです。 全て学び、気づき、ああ、私をもっともっといい方向に導いてくれるためにこの出来事だったり人間関係があるんだって、もうそれを本当にですね、もう肝に銘じていただきたいんです。心に入れていただきたいんです。だってそれがあの宇宙のシステムなんです。だから、あの、負の感情は一切いらないんですよ。 あの、負の感情を常に持ち続けて、それはですね、自分を自分で苦しめてるだけなんです。だって、あの、自己否定も自分が自分をね、否定してるっていうことで自分を、あの、あ、私って良くない人間なんだ。って自分が自分を良くないと思っちゃってるんですよ。それで誰かを憎むっていうのは、あ、結局あの人はってこう、この世の中とか人間とか全てを否定してるってことですよね。だから、こういう世の中に生きてる私って、みたいな。結局自分って、こう自分は不幸だ。 全部自分に来るんですよ。その負の感情っていうのは。だから、負の感情はいらないんですよって私がもう何回も何回もこのチャンネルで言ってるんですけど、もう絶対的に負をね、あの、話せない人たちがいるんですね。もう、あの、負の感情は手放せない。だって、負の感情だけで生きてるようなもんだからなんです。いや、だって楽しいと思えない。だってあの人が、でもずっとその過去にしがみつく。うちの親がアあ,あだったから、私はこんなに不幸になっちゃったんですってね。 この同じ土俵で見てるからなんですよ。だから結論としては、あの皆さん、あの毎日生きてるいろんな出来事が起きるいろんな人間関係がある。それをですね、あの俯瞰してみてくださいっていうことなんです。皆さんが辛い辛いってもう本当に自分の中だけでもう苦しんでるのは、あの俯瞰してみてないんです。そして物事をいい方向に捉えてないんです。全部自分を傷つけるために起きてることだと思ってるんです。 傷つけるためじゃない、もう真逆の自分をより良くしてくれるために起きてる出来事だったり人間関係なんですよ。そこをですね、どうしても受け入れられない。それは同じ土俵で見ちゃってるからなんです。だから、あの、いち早くそこから抜けて、あ、こういうことだったんだ、あ、また気づかされた、わ、もう楽になった、嬉しいな、感謝だなって。 本当になんか人生ってすごいな。宇宙のこのシステムってすごいな。そういう大きな目線で物事を見れるようになったらもう何もですね、辛くないんですよ。だから私何も今辛くないんです。ただ日々気づくばっかり。いや、いろいろまた気づかされて、あ、もうまた嬉しいわ。また感謝だってなってるんです。それをですね、皆さんにも味わっていただきたくてお話をしてるんですね。で味わえるんです。そうやって俯瞰してみれば。 どうですかねあの、今回のお話で少しは分かっていただけましたでしょうか